カードゲームに泊まる。本拠地ヤンキースタジアムは初回から異様な盛り上がりに包まれます。しかし2回でした。今シーズンプロ入り後最多25ホーマーを浴びている田中、今日も一発で先制されると、4回には高めに浮いたスライダーを完璧に捉えられ追加点。勝負強さを買われ大事な一戦を託された田中でしたが、その期待に応えることはできませんでした。一発勝負でファイル投球になってしまったということは本当に残念ですね。またマーリンズは他球団との交渉が解禁となる前にイチローと再契約を結んだことを発表。